武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香奈ですまな板の上ストーカーでございますが昨年あたりも皆さんどっかで大思いになったと思います理解できない犯罪というのがニュースで流れておりますわけのわかんないあのニュースがありますですね香菜、はい、さんなんか最近引っかかったニュースってある子供をいじめて、うん、うんうん 親が殺してしまうとか。はいはいはい、理解不可能ですね。全く理解できないですね。理解できないですね。<laughs> はい。それからあの、少年たちが2、3人集まって、トンカチ持って、盗みに入って、はあ、はい。あの、盗もうとしたら店の人が叩き出したんで慌てて逃げるみたいなのがある。うん。あ、なんか、あの、あの少年たちは、盗みに入った、そのお店の人が反撃しないとでも思ってるんですかね そんな簡単にできると思ってんですかね。うん。で、羅列されていくニュース。よく出てきそうなのが、ストーカーか、今おっしゃった児童虐待。うん、そして少年、あるいは少女に対する異常性愛。うん、えこれも、先生が、あるいは芸能界でというようなことがございまして。すね、あとは DV ですね。性的関係を続け、別れ際に相手を殺害するというような、なんじゃお前はと。それから、国際的には、 テロリズムまあ世界のあちこちでそのテロのような戦争が始まっておりまして、はい、そのほかには暴露系ユーチューバーあるいは迷惑系ユーチューバー強盗あるいはお、うん、っかないのに殺人とか痴漢恐喝この人たちが起こした犯罪であります。であのその手の犯人たちが引かれて出てくる。 警察署のの裏口から誤送車へ乗り込むまでの数十歩それをずっとニュースは映しておりましてあんまり顔がはっきりわからない日本ではねなんかこうフードをかぶせたりという体でその護送車に乗るまでの数十歩そのキャメラが映すわけでキャメラの存在に気がついて慌てて下を向く者それから無然と睨らむ者中にはにたーっと笑うやつまでおりまして。 で、それをニュースメディア、テレビメディアが伝えるわけでありますが、そこまで彼らをキャメラで映しといてある、ある意味で晒しといて触れられないのが、なんでその犯罪を犯したのかっていう。あ<ー>それがね、前から不思議でさ。なんでその犯罪に走ったのかっていうのが、ニュースメディアが伝えなければならない。 一番の理由なんじゃないかなわからないからなのかなその理由がうん。でも、<っ>そのわからないところを伝えるのがニュースじゃないのちょっと俺、しつこいんだけど。はい。で、大体その態度とか言った後、街で評判のあのお店みたいな。 <laughs> そのコーナーナに入るんだよなそこに入らなくてもいいんじゃねえかなあるいは天気予報に入ったりするんだけど、うん、天気行ってる場合じゃねえよっていう、うん、で昔ちょこっとね頑張って言うところがあったんだけど、うん、とある男がそれどっかのテレビ局の人でしたなその人が痴漢行為をやって突き出されたっていう、はい、でななんでやったんだっていう理由についてあの。 好きなタイプだっっったたからっていうのがあでえ時間がないしなんでありますがでもやっぱりね見てるものとしてはちょっとね消化不良を起こしちゃうニュースに対する最初にそのニュースが報道されてから、うん、時間が経ってるから、うん、えっと最初の報道ではなんでかっていうのを言ったかもしれないけれども時間が経ってからはそのなんでかっていうのはもう割愛しちゃってるってことですかね。 れで、えー、その中でも最もテレビメディアが語らない、えー、ニュースで理由が語られないのがストーカー。ほう。うん。ストーカーという犯罪、これがなかなか語りにくいらしくて語らない。その不満がずっとあったはい。なんでストーカーになっちゃったのかっていう。まあ、大体あれですよね。ストーカーってその人のことが好きすぎて、うん うん、まあ、干渉したり、束縛したりしたくて、うん、追い回しちゃうってことですよね。そういうことです。でも、考えてみたら、最初の段階は犯罪に入らない。恋心から始まってるんじゃないですか。ははは。はい。どこからストーカーなのかっていう。うん。どこから、その、その人に対する思いがストーカーになったのかって知りたいと思わないほう。<前>相手が嫌だと思った瞬間からかな。 ああ。<laughs> どうなんでしょうかね。私はやっぱりね、あの、その、去って行こうとする女の人を2歩以上追いかけたやつにはみんな、ストーカーの資格があると思うんだ。2二歩以上。うん。ほう。あのね、やっぱね、振られたら、そこの場所で泣かないと。はい。だから歌ができるんだよ。あ、はい。に、2歩を追っかけたなんかでもうダメ。そ、それはもうストーカー。 けさん、その歌作られましたもんね。そ、そうです。私ののは、去っていく人の背中が消えるまで、その場で泣いている歌なんです。はい。歌ってのはそうなんですよ。はい。そんな風にして、あの、痛々しい失恋を歌にしたんですよ。最近追っかけていくから、うん。非常に危険なんですよ。これ、あえて言いませんけど、誰の歌が危険かとは言いませんけど、最近の、 恋の歌っていうのは、ストーカーを助長してるのではないか。<う>面白いでしょええー、どの歌だろうはい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 。さあ、そのあたりで、数ある犯罪の中でも、今週、来週にわたりまして、ストーカーについて三枚におろしてみたいのだいというわけでございますね。<laughs> この次また明日のマネージャの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。この本、本屋で見つけた時にこれすっげえ気に入ったです、私は。はい。ブラウン・ニコルさん、これアメリカの方でありますが、制度者から出しております。ストーカーの時代。ストーカーの時代うん、うん、この人の本、ストーカーの時代って面白いなと思ったし、読み出したん。はい。ところがですね、このブラウン・ニコルさんはアメリカの映画でストーカーの物語を 教材として取り上げておられるんです<ー>でね、申し訳ない。あれゃあね、昨今のストーカー映画ほとんど見てないんですわ。いろいろありますよ。はあ。サスペンス的な。ちょっと今タイトルが浮かびませんけれども。まあ、もちろん氷の美少ぐらい。女ストーカー,がー。あれもストーカーか。あと、あれだ。あれ何でしたっけえっ、ー、と、危険なジョージ。はい,はい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 。<あれ S 1> 危険なジョージもそうです女性ストーカーですよね。はいはいはい。 うん、あのストーカーの道路版、ストーカーの道路版<え>で激突ストーカーだ。うん あれ、ストーカーだと思うね。う煽り運転のハリウッド映画なんですよね。はい、追ってくるんですもんね。そう,そうそうそう。一回だけ、<ー>あの、追い越したら、それを恨んで、ずーっと追っかけて、はい、トラック、コンボイの方に殺意が芽生えてくるっていう。うん、顔が見えないんですよね。そうそう、怖いかった、あれは。うん、その最新の映画は全部横に置いといて、私の知ってる範囲内の映画の中で、 映画がどのようにしてストーカーを取り上げたかという、<ー>そのストーカー犯罪というのを考えてみようと思った次第ですけども、このストーカーという犯罪は地球温暖化とか、まあ今で言うと地球灼熱化とか同様に人類全体にかかってくる問題でありましてですね、はい、ストーカーを追求していくうちに、 今の文明そのものに隠された毒みたいなものが暴かれるのではないかっていう。ストーカーはあー新しくて古い犯罪現象であります。そんなふうに著者は言っております。皆様も日本で起こったストーカー事件、いくつもご存知だろうと思いますが、 ストーカー事件というのは追いかけ、つけ回す。気味悪くその人物のことを知りたがる犯罪。うん、そしてついに殺人事件になってしまう。この10年ばかりで一体何件このストーカーがニュースになったでしょうか。日本もそうでありますが、とにかくこの本の舞台はアメリカでありまして、アメリカは実はストーカー犯罪が頻発してるんでありますな。はいで この著者の面白いところを、なるほどと思って、この辺から必死になって読んだんですが、著者の主張は、この犯罪が詐欺などに比べて文学、映画、美術、ニュース、漫画、ポップソングなどの表現と深く結びついているのではないかという仮説が面白いんですな。はい。つまり、ストーカーっていうのは皆さんが本を読まれたり、映画を見たり、美術を鑑賞、ニュース、番組を見る、あるいは漫画、 ポップな歌、うん、その中にもすでにストーカーの要素があるっていう、はい、特に映画などではストーカーが一種ジャンルになっているっていう,うんそして傑作も多いとでストーカーっていうのが一般的な日常語になったのは2000年ぐらいからなんですってああそうかもしれませんストーカーっていう単語がね、うんはい、で1990年代この言葉はなかった、うん、で「追跡」 微行、監視、えから、盗み見、というのは、ある人たちにとっては当然な行動であったと。うん、特定の職業の人たちにとっては、それは当たり前の行動であった。それが、より個人に向けられて、犯罪となったので、別の言い方でストーカーと呼ぶようになったと。はい、歪んだ恋物語がいつの間にか、ホラー映画になってしまったという、その典型が、 1971年に発表された恐怖のメロディー、ああ、見た気がするな。ああさらに1987年、危険なジョージ、はい、一夜限りのジョージであるという約束を、女の方が破って、男の家庭へのストーカーが始まるという映画、これ怖かったね。怖かったですねああ。これは当時、日本とも話題になった。 私はあれ見ると、うん、絶対浮気はやめようって言う人が結構いました見に行ったやつがいて同じこと言ったんで、はい、それであ見るのやめそれで私はこの「恐怖のメロディも「危険なジョージも見ていないんですね。うんでもなんでこれが話題になったかっていうと「異常な付きまとい」はい。 そして女性から性的に迫られるっていうそういうあのストーリー立てが自分には信じがたかったんですねうん。だって女性から迫られたことはないですねそういうことそ,うそ,そ,それはぜ <laughs> 非常に贅沢なことで私にとっては一人生で一回もなかったことそんな SF みたいな映画を見てたまるかっていうのがあったのよ <laughs> はい この日本の映画の特徴は、ここからだね、このあたり、この人面白いんだこの日本の映画の特徴は、金さん気づきました女性からのストーカー行為。はい。つまり、時代の中に女性からストーカー行為を受けるであろうという要素が世界ににじみ出始めたという。はい。そういう意味で、ストーカーというのが、社会の何かを バックにして映画になったのではないかという。はい。この次また明日もまたのみで。おろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。1960年代、そんな言葉はなかったと。それが70年代、愛情が憎しみに変わるというストーカー行為。それが映画になった。 でも、準備はもうすでに時代がしておりました。それがこの本の著者ブラン・ニコルさんの主張でございまして、これはもう頷かざるを得ません。70年代からストーカーという言葉が生まれるんですが、60年、1960年代にすでにストーカー的要素の言葉というか、存在があったという、それが何か、パパラッチ。 ああ、そうか。有名人はその手の暴露系メディアに耐えなければならないというのが世の中の常識。フォトジャーナリストの人がですね、84歳の老女優を、その化粧を全くしてないシワだらけの顔を写真に撮って週刊誌に発表したんですよね。はい、で、そのシワだらけの顔が騒ぎになったわけですよね。 でこのパパラッチの存在によって日本で花開いたのがフォトジャーナリストここから「フォーカスとフライデー」がスタートするという「はい、フォーカスフライデー」はやっぱり怖かったないわゆる写真週刊誌の、ね、写真週刊誌、まあ、今でもね協力ですけどもね、うん、今は「文春法」というのがありまして、うん、あの私ども芸能界の内側にいるものはそういうものを晒されますと たまらなく不愉快なんでありますが、しかし、一般の方はどう思ったかっていうと、それは有名税だよっていう。うん、いい思いしてっじゃんっていう。それぐらい我慢しろよ。だからアメリカなんかではパパラッチも堂々たるもんで、微行、はい、盗み取りっていうのが流行った。ところがですね、80年代になると、その有名税では済まなくなってきた。1989年テレビ女優のレベッカ・シェファーさんが、 ロバート・ジェバードという男によって射殺されたという事件が起きます。これアメリカで。はい、バードはレベッカがドラマでベッドシーンを演じたという理由で、メス犬めと怒って撃ち殺したそうであります。うん、つまり自分の思っているイメージと違う役をやったという。はあ、そして、1980年、もう本当忘れもしません。マーク・ーチャップマン。うん、これが、 大好きなシンガーなんであります。ジョン・レノンを You are liar! って言いながら拳銃で殺したと。はい、しかもジョン・レノンさんはすっごくいい人で、このチャップマンにサインまでしてあげてるんですよ。サインまでしてあげて、グッドラックとかなんか言いかけたところを拳銃であの撃たれてるんですな。はい、さらに有名勢では済まない事件が続きます。1981年のことでありますが、 ジョディ・フォスターさん。うん、ハリウッドスター。この方に恋をしたジョン・えヒンプリーという男が彼女に愛を告白する。はい。僕は君のためだったらどんな犯罪だって犯せるよっていう。うん、怖いもの何もないんだ。僕が君を愛している証拠に、僕ね、今からレーガン大統領を殺すから。あれジジ、ジョディ・フォスターですよね。そうです、そうです、そうです。<ー>はい。そうだったか、はい。このフォスターの気を引くために、 アメリカの大統領を暗殺しようとしたという。はい、で、このような事件を経て、ストーカー犯罪が有名税どころの話ではなくなったわけでありますな。うん、それで、ストーカーというその犯罪に関して、どのような心理が働くのかっていうのを、アメリカはもう真剣に考えざるを得なくなったんですね。はいえー、ストーカー心理について精神科医。 の言葉によりますと、三つの基本的心理現象がある。まずは欲望。空想によって自分の人生を変えようとする心理的病の兆候。外部に現れ、最大のものが愛されたい、受け入れてほしいという欲望。空想、欲望、兆候。そういうものが絡まって、ストーカーという。 それも人を殺害するというその犯罪まで繋がってしまうという。私はあの人のことを愛しているのに、私は大事にされていないという、そういう怒りであります。自己陶酔型の幻想であります。芸能人っていうのはその標的にされやすくてですね、握手をしてくれなかった。サインを振り切った。そういうことで芸能人、好きな芸能人を激しく憎む人たちが、 出てくるようになっちゃったという恨みですよねそうですそうですフロイトという心理学者がいますが夢が心の中の本当の欲望あるいは不安を教えてくれる夢があの私たちの願望もそうだけど私たちの欲望ドロドロしたものも教えてくれるというで現代はフロイトの言を借りれば夢の時代じゃないですか夢の時代 うん、アニメが受けるのもそうでしょ、うん、あれ。現実世界じゃなくてアニメ世界の中において現実世界の夢が叶うわけでしょ。ほうほう魔法を覚えると万能になったりと。うん、それからポップス。あれが歌ってるのも夢だ、うん。夢って良いものと恐ろしいものがあるんですよ。うんな。なんていうのかな。あの、YouTuber みたいな人たちが登場すると。 夢を逆手にとって悪夢に変える。え芸能人がいる。はい。で、ユーチューバーの人が、お前の素顔は俺知ってるんだぜって言うと、はい、振り向いてもくれないその有名人が彼を見る、見つめるわけ。うん。その時に対等の関係になる。ここに、暴露系ユーチューバーの存在の理由があるわけだ。ああ<ー>。格のごとく、夢を見るっていうのはいいことだったんだけど、うん、今、いとも簡単にその夢から、ストーカーに。 なるんだという。どうですか。真っ黒系ユーチューバー。いましたね。はい。この次、また、明日、学びの上で。武田鉄矢。今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷加奈です。昨日、ちょっと言い方が変だっていうか、上手にできませんで、もう一回。はい。フロイト。という、その深層心理学の大学者さんが言ってるのは、夢はみんなが持ってるんだけども。その夢は。 これから目指すべき目標としての夢というのもあるかもしれないけども、赤ならな人間の欲望も夢であると。うん、だから、その、夢というのを人にこう進めるっていうのはなかなか難しいことですよっていう。はい。で、個人の夢というものがあ、ある。その時に、あの、目指すべきものではなくて欲望としての夢を抱いた人。それは、 犯罪につながりやすくなりますよって。うん、それはやっぱり、あの、きれいな女優さんがいたら、触ってみたいと思うもんな。うん、それを夢で語ってるうちはいいんですが、触りたいっていう思いが高じると、ストーカーになる恐れが。うん、お付き合いしたいとか、そういうことですよね。そうそう,そう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 。はい、そういうのを考えると、ストーカーっていうのは、夢を大切にしようなんていう、 文化の中から出てきたのではないかっていう。はい。え、これはアメリカ版のことであります。この本、ストーカーの時代をお書きになったブラウン・ニコルさんの分析でありますけども、ストーカーはよくペンネームに映画の主人公の名前などを使うという。あ、そうなんだ。ダーティー・ハリーとか、はあ、ジェームズ・ボンドとか、はあ、日本では月光仮面とかって名乗る人がいたし、はあ、夢には 表と裏があるよっていうのがブランさんの説なんであります、はいえー。フォスターさん、ジュリー・フォスターさんを独り占めするために大統領を殺そうとしたヒンクリーという犯罪者がおりますが、この犯人は、後に裁判で語っているんですけども、銃を持って大統領に近づいていくとき、ワクワクしたっていう。<ー>その心境を彼は、 まるで私は映画館の中に入っていくように胸がときめいたっていう。はい。あの大統領さえ殺せば、ジュディ・フォスターが自分の方を振り返ってくれる。うん。映画館の中に入っていくようだっていうところに、彼の犯罪心理がある。はい。えっと、ちょっと話変わりますけど、危険なジョージ。はい。あ触れましたけど、これが大ヒットした背景には何があるか。これ。 エあっそういう時代でしたっけはいはい。そうか。アメリカアメリカ社会においてあ,<ー>あのー、簡単に女性にあるいは男性に手が出せない、うん、そういう中にストーカー行為があったのではないだろうか、はい、なかなか考えさせますな。はい。あのー、年末ねそういうのを語り合ったテレビ番組があったですよ。 はい、今年の大河ドラマ「紫式部」じゃん。うん、NHK の大河ドラマの中で女性が主人公になるっていうのは珍しいの、ね、よ意外と。おおそうか。うん。はい、みんなで語り合ったのよ。はい、の高橋英樹さんとか、はい、NHK の番組でまっちゃんもいたけど、うん、あのモノマネ上手のま、うんはい、っちゃんなんかもいて大河ドラマを。はい、なんで女性が主役だった時の回を見たんだけど。うん 一番最初が岩下島の草もゆるなのよ。北条政子だ。そうだ。見てましたもの。あれははっきり言って、政子が主役だったの。あれが最初ですかね、あ、あれが初めてなんだって。そうか。だから岩下さんは10分間ぐらいの一人台詞言ってたよ。へー。そんでまた。はい。出てくるんですよ、デビューしたての武田哲也が松明持って。え そうだよ。ど、どなたですか俺、より、よりとものあの、古文の足立とおくろ森長。そうか。それで、殿がどうも、あの、政子が好きになったみたいなんで、はい。まさことこ夜こっそり行って。飯坂剛士さんですよね。そうそうそう。そ、そこまで、手引いて、こちらにお茶れとかって言いながら、案内するのが俺だ。で、よりともの馬をいつも引いてんのが俺、足立とおくろ森長。そうか。はい。 もうね1900何十年代もう随分昔のことですよ私小学校5年ぐらいか5年ぐらい何年前45年ぐらい四45年ぐらい前、ね、そこから始まって今度の紫式部なんで女性っていう時代がやってきたんじゃないかな日本って困ったら女の人にすがるのねほ<う>国がまとまらなかった時は卑弥呼なのよはい あの、神様の喧嘩があんまり激しい時は、アマテラスが登場するのよ。何か大きい国難が襲ってくると、スーパーヒロインを出してくる。地元の福岡には、あの、あれがあったんだよ。猛虎襲来の時に、懸命に奮闘する鎌倉武士に混じって、女鎧の武者が出たんだって。時は午前のような人が、 モンゴル軍に向かって一人で進んでいく姿を見たっていう目撃者がいる。はい。いわゆる勝利の女神。うん。だから、もしかすると今年は政治の流れも、日本憲政史上始まって以来、女性首相が誕生する準備段階に行くのかもしれない。うん、いろいろ幅広く予想しております。<laughs> ごめんなさい。この続きまた明日のャーの上で。 武田田今朝の三おおははよよううごござざいいまますすすすでで水谷ですストーカー犯罪このブラウン・ニコルさんはアメリカの映画でストーカーの物語を取り上げておられるちょっとこうアメリカの話題なんでアメリカのことばっかり書いてあるんでね皆さんにはでも今週頑張ってこの著者から離れてちょっと日本版に私が懸命に 言葉を足してみますんで、はい、とりあえずはアメリカのストーカーの話題から始めたいと思います。ストーカーの時代、ブラン・ニコルさんですね。制度者。これをテクストにしております。ハリウッド映画というのは70年代からしばしばストーカーを主人公にしてきた。それはその犯罪の犠牲者よりも観客はストーカーに自分を同化させる傾向にある。うん なんとなくストーカーの気持ちを観客は考えてしまう,という。うん、有名人を付け狙い、傷つけることは自分の名声を世に伝えるチャンスになることもある。たとえ短くても傷つけてる間は主役になれる。こういう心理でございます。うん、マドンナ、例のマドンナさんを付け狙い、脅し続けたあ、ロバート・ホスキンズ。はい 逮捕されて、その何年かっていう刑を決定するときに法廷に引き出されたんですよ。この犯人は。でその時に、その彼の行為がいかに傷つけたかというところで、マドンナさんが出席なかったんですよ。お<ー>そしたら、その男は笑った。つまり、彼の憧れてるシーンがそこで訪れたわけで、危機としてマドンナを傷つけることの楽しさを 裁判で語り続けた。はい、それは夢を叶えた人物に見えた。という。だから、逮捕、裁判。これが彼にとっては空想を実現させるショータイムだったわけであります。うん、そして、ジョン・レノンを射殺しました、チャップマン。彼はポケットの中にサリンジャーのライムギ畑で捕まえてを入れてたそうです。<ー>そして脇に抱えていたのが、なんと、ジョン・レノンのダブルファンタジー。 彼はジョン・レノンを殺すことによって憧れの全てを自分の手の中に収めたのではないかという、うんはい、それから暴露系ユーチューバー飛行場にたどり着いてパトカーに乗り込む時ものすごい勢いでメディアが来てたんでしょうね、はい、フラッシュをたかれるんですけどもこの容疑者も笑った、ね、にや見けた感じ見分、ね、けた顔でね でも、犯罪をやった当初は一種の興奮があって、なんか偉そうに理屈並べておりますが、だん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 人間らしい言葉遣いに、やっぱりこう、犯罪を反省する意味では、時間が必要で。えー、こっからがね、ちょっと、あの、ややこしい話だけど、はい、現代のショービジネス、私が住んでおります、芸能界という世界がございますね。はい これは短時間で成功するコツというのがありまして<う>他人の幻想を助長し妄想の対象になることで不安の一部にストーカーのような人々がどうしても必要なのであるっていう,うそういうもんなんですかはいそうです<ー>もう入っていっちゃった方がいいねだってこれはもちろん私なんて年寄り芸能人でもう後書きに入ってる芸能人ですから あの大したことはないんでありますが、これからアイドルの階段を登っていこうという、そういう少女たちが夢見るのは、取り巻きと言いますか、もう熱烈なオタクの不安を抱え込む。オタクとは何かというと、自分の全てのプライベートな時間をその人のために使えるという、それがオタクのパターンですから。うん、で、あの、こんなことを言うのは何でございますかあの、 大ヒットするってそういうことです。んあの、ほ、欲しくもない人たちも寄ってくるっていうぐらいの人気。うん。あんまり好きじゃない人たちも寄ってくるっていう人気があるっていうことが条件なんですよ。うん、私はなんで気がついたかというと、あの、もうちょっと行っちゃいますね。舞台やるでしょう。はい。あの、舞台やってるとね、嫌がらせに一番前に座って見る人っているのよ。え 信じ、うん、られないだろう。どういうあの、こっち側はこう、観客席に向かってお芝居してるんだけど、あの自分がこう、ふっとこう、目線を下ろした瞬間に、一番前に座ってて、目をそらすの。ええ <laughs> いるのよ、そういう人が。はい。それと、みんなが楽しさにうわーと笑ってる時に、じーっと睨んでる人が。ああ<ー>。そういう、 正体不明の観客がいるのよ。はい、で、その存在に関して動揺したりするの。で、それは華やかなレビューの世界にもあるそうですよ。はあ、ドレス着て踊ってる綺麗な女性がいる。そのタレントさんの ライバルのことを不安とする人は、その人が出てくるために全部下向くんだ。うわ怖いおお。俺はもうやられたことあるよね。<laughs> へぇ、そうなんだ、うん。コンサートに行って誰かさんとのジョイントやってるときに、<ー>俺らが歌ってるとき、3人でずーっと下向いて話し続ける人がいた。ほぉ<ー>。うん。それで、彼女たちが支持する人が出てくると、もうこれもんで。 うん、そういう人までやってくるとき、申し訳ないけど、かな満員なのよ。<う>満員っていうのは、そういう性質のものなんですよ。うん、だから、うん、ある意味で、恐ろしいもんですよ。うん、世の中一つの理屈だけでは割り切れません。この続きまた来週のまな板の上で。